鈴が鳴らない。サイレントモード、サイレントモードだと危ない。うるさいからやめる。何言ってんですか。あなた個人的に一人だけで会ってください。私は会いたくないです。はい、ヤマメ釣りたいな。でかいの釣りたいね。え、あー逃げちゃった。今いた。なんかダメだな、いるのにな。うん、あーいたいたいた。いるのにな。やっぱあれで競争率激しいからさ。うん、シビアっすね。シビアっすね。ここにいたのかな。あ、ここもいそうだな。うん、ここチャンスとできないもんね。いる？あ、マジ？ちっちゃいけどね。逃げちゃった。ヤマメいました。くっそ。フライ投げてんだけど、見てんだけどさ、食いつかなくてさ。はいはい。見たかったんだ。こっから見て見え、いるの見えたんだけど、全然反応しなくて逃げちゃった。そうだよ。ヤマメだった。パーマーク見えた。そうでしょ。うん。でかいフライじゃ絶対無理な気がしてきた。うん、俺もちっちゃくしよう。イバナだと思ったらダメだね、これね。ティペットも 6X じゃダメかな。うん、うん、バイトがあったみたいですね。吹き抜しなかったんだ。難しいですね。ここにもいたんですけれども、イワナと同じような感覚で釣ろうとするとヤマメはねダメですね。ちょっとフライちっちゃくしました。このちっちゃいブラックパラシュート、これでやってみます。真っ白系なんですよ。あ、これが昔その温泉が流れて、うん、で白くなっちゃったんですよ。お、前なんか調査来た時も魚釣りしてる人いて。あ、そうですか。有名なんですよ。そうですね。あ、一緒か、うん、あの釣りをやる人が泊まるような宿で教えてもらったんですよ、ここがいいよって。地元の、はいはい。さっきそこら辺魚いたんですか。あ、そうですか。はい、どうも。あ、ライズしてるね。ライズしてるでしょ。さっきね、その辺でもしてたよ。うん、そうそう。で、ここ狙ってたでしょ。うん。で、頭の上これ通った、何回か通ったんだけど、全然反応しなかった。イブニングでライズでもしない限り難しいですね、もっとね。
結局釣れませんでしたね。はい、本日も釣りをやろうと思います。対抗棒たちはみんなもう行っちゃいました。私はGoPro のセッティングやら何やらで手間取って大変出遅れております。よいしょよいしょ、あいててててもう筋肉痛川歩きはもう疲れますね、筋肉痛です。ここから入ってやっちゃおうかな。よいしょ、消えた。やった。ヤマメだ。やった。嬉しい。ヤマメ。やった。やった。ヤマメゲットです。ありがとうございます。嬉しいな。相当嬉しいんですけど。はい、やりました。ありがとうございます。嬉しいな。出方も良かったです。はい、ありがとうございます。おお、よし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 、いやー嬉しいなー。今度はなんだ、今度はなんだ、あ、またヤマメだ。うわー、うれあ、またまた、あ、サイズアップしたじゃん、よかった。とっても嬉しいんですけど、はい、また釣れました。ほぼ同じポイントでもうちょっと奥で、はい、いいヤマメなんですけど、はい、ロイヤルコーチマンパラシュート風です。あのテールのマテリアルを持ってないのでテールがないです。これでもいや、いいなぁ、いいなぁ。はい、23センチですね。23センチで大喜びですよ。柵にはほど遠いけどいいよね。マックスキャッチでヤマメをキャッチしましたと。いやぁ、綺麗綺麗。はい、ありがとうございます。いや、嬉しいね。綺麗だね、ヤマメくん。はい、ヤマメくんありがとう。わお。よし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 、いいじゃないですか。絡まった。おおおお、あ、背中に背びれにかかっちゃったのかな。あ、変なフィッキングだから引くのか。これはなんだ、これはなんだ。ちょっと、はい、
あ、イワナだ、イワナ。ちょっとフッキングがあれですけれども、これだから引くのか。はい。背びれにフライにピチャって出たんですけどね、フッキングがちょっと美しくないけれども、まあ釣れましたよ。背びれにフッキングしちゃったのか。イワナですね、今度はね。ピシャーって出たんですけどね。あ、行っちゃったか。イワナ。ちょっとフッキングが美しくなかったけど、まあ、フライに出て釣れたんだから、まあ楽しいですよね。やったー。釣れますね。車がビュンビュン走ってて、趣はないですけれども、魚が釣れば幸せですよね。はい、またこのフライで、今日はこのフライで釣っておりますね。はい、釣れてます。おお、おめでとうございます。動画撮りに来ました。すげえ。泣き25ですね。泣き25です。24です。あ、でも十分じゃないですか。おめでとうございます。ありがとうございます。いい時に釣りましたね。ライズしてた？ライズしてた。ああ。